アンソニー・カーライルはイギリスの下界。ダラムのスティリング店でトーマス・カーライルとその最初の妻の間の三男として生まれる。腹違いの兄弟にニコラス・カーライルがいる。叔父のアンソニー・ハバックやウィリアム・グリーンなどヨークとダラムの開業医に奉公に出されていた。後にロンドンでジョン・ハンターの下で学んでいる。1793年。 ウェストミンスター病院の外科医に任命され47年間、その職にあった、ロイヤルアカデミーで芸術も学んでいる。1800年、ウィリアム・ニコルソンと共に水に、ボルタ電池を用いて、電流を流すことにより電気分解を発見し、水を、高性元素である水素と酸素に分解した。1804年に、王立協会フェローに選出され、同年と1805年、 1807年にはクルーニアンメダルの受賞に伴う記念講演を行った。1808年から1824年まで解剖学会教授であった。1815年、下界学院評議会に任命され、長年ハンタリアン博物館のキュレーターを務めていた。1828年と1839年に学会長を務めた。ハンター演説を二度行い、 1826年に行った二度目の演説で夏季について話す機会を用いて人々を驚かせアンソニー・オイスター教のあだ名を得た。ジョージ四世の臨時外界を1820年から1830年まで務め、1821年7月24日に彼によりナイトに除された。1797年に匿名で発表されミセス・スカーバーの作とする。 ゴシック小説ザ・ホラーズ・オブ・オカンデール・アビーの著者である可能性がある。カーバーという名前はカーライルの職業を指しているかもしれない。カーライルという名前は本の中でも言及されている。1800年8月23日、ウォリックシャー州オールスターでジョン・シモンズの娘マーサ・シモンズと結婚した。1840年に亡くなり、カンシル・グリーン・セメタリーに埋葬された。 この記事は、パブリックドメインの辞典本文を含む、ベタニー、ジョージ・トーマス、カーライル、アンソニー、イン・スティーブン、レスリー、ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、旧ロンドン、スミス、エルダー &CEO。ありがとうございます。